が来ても、今年も私に依頼したいと。まったくしょうがないわね、先生は。私の活躍、今年もすぐそばで見届けるといいわ。えへへ、お祭り運営委員会のしずこです。本の中の物語のように、これからすっごく面白い物語が。ご主人様と一緒に楽し…ゲヘラ学園給食…クロミセリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。健康と美容のために食後に一杯の紅茶を。救護が必要な方はいらっしゃいませんか？救護が必要な方はいらっしゃいませんか？誰にでも休息は必要です。もちろん救護騎士団にも。ようこそいらっしゃいました。温かい紅茶を一杯ご用意いたしましょうか。ご主人様、先生、もしくはダーリン、どのようにお呼びするのがお好きでしょうか。いつの間にか先生とこんなところまで来ていたなんて。今年はもちろん、来年もよろしく頼むわね、先生。先生は私にとってもう単なる依頼人じゃなくて、
そう、ビップなのよ。先生と私、なかなかいいパートナーだと思わない？いつの間にか先生とこんなところまで来ていたなんて。今年はもちろん、来年もよろしく頼むわね、先生。先生、さまざまな授業やイベントが準備されているので、ご希望のスケジュールを選んでください。私の凄さ、ようやく分かったかしら。さすがの私、まだまだ成長の余地があるということね。
この勝利はあなた様に。
ここで先生に会えるなんて。あ、いえ、何か特別な意味があるとかではなく。私もうちと契約するのね。素晴らしい選択だわ。髪の毛こんなに高く巻いて重くないかって。別に強いて言えば髪のセットの値段は高かったけど。えっ、あんな、なんでもないわよ。この着物綺麗でしょ、美しいでしょ。私の方がもっと綺麗。お世辞はよして。髪の毛こんなに高く巻いて重くないかって。